マリア・フランチスカ・ドロテア・クリスティーナ・フォン・プファルツ・ズルツバッハは、ドイツのプファルツ・ズルツバッハ家の皇女で、プファルツ・ビルケンフェルト家の公子フリードリヒ・ミハイルの妻。プファルツ・ズルツバッハ構成子ヨーゼフ・カールとその妻で、プファルツ選帝公カール3世、フィリップの娘であるエリーザベト・アグステ・ゾフィーの間に、生まれた。三人姉妹の末娘であり、長子のエリーザベト・アグステは、 バイエルン・プファルツ選定公、カール・テオドールの妻である。1746年、同族である、プファルツ・ビルケンフェルト家のフリードリヒ・ヒミヒャイルと結婚したが、夫婦関係は1760年には破綻した。マリア・フランツィスカは、マンハイム出身の俳優と、フリンジ、相手の子供を見もったのである。男は速やかに、ビルケンフェルト宮廷から追放された。マリア・フランツィスカは、 ストラスブールで男児を出産した後、メスのウルスラ海修道院に遊兵された。1767年に夫が死ぬと、マリア・フランチスカは、ズルツバフ派城に移り、1794年に、この城で亡くなり、ズルツバフ派の旧地教会に埋葬された。1799年にプファルツ・ズルツバフ派家の、男系が絶えると、マリア・フランチスカの末息子マクシメリアンが、 バイエルンプファルツ選定校くらいを継ぎ、後にバイエルン王に昇格した。ありがとうございます。